トルタカップレゼは、イタリアの伝統的なチョコレートとアーモンドのケーキであり、カプレトを発祥とすることから、こう名付けられた。黒粉を使わずに作られているため、セリアック病患者など、グルテンフリーダイエットをしている人も食べられる。トルタカップレゼの調理法は、多くの種類があるが、基本的なレシピはバターに砂糖を入れて、室温で柔らかくしてかき混ぜる。次に卵黄を加えて、 もう一度かき混ぜ、残りの材料を加える。焼いた後ケーキの外側が薄く硬い角状になり、内側がしっとりする。通常は粉砂糖を軽く振りかける。ストレガやその他の酒を少量加えることもしばしばある。トルタカプレーゼは、ウーノデイパスタイチピュー、フォーチュナティデラストーリアと言われている。トルタカプレーゼの起源については、真偽の怪しい話がいくつもある。 そのうちの一つが1920年代にあるパン焼き職人が観光客からアーモンドケーキの注文を受け彼の工房で作ったというものである。彼は国粉を加えるのを忘れたが観光客は出来上がったケーキを好みご馳走とみなすようになった。他の記述ではこの発明をオーストリアの画家オーギュスト・ウィーバーの二人の相続人に返し 1930年代にザストランドペンションウェーバーで作られたとしている。セシリア・コッポラの著書ゼパリー、ストルーファリー、イーシフォン・ロッソにもるれたカプレーゼの起源の話が書かれている。起源は知られていないものの、いくつかの作り方はよく知られている。最初にカプリ島の療養施設で作られるようになり、主に島を訪れる観光客に振る舞われていた。当初は、 おそらくティールームで出されるデザートのような位置づけだったのである。やがて世界的に有名になり、あらゆるレストランでメニューに加えられるようになった。ありがとうございます。